女の胸に実際しぐれ。はい、今日は、アジサイしぐれを捧げて白山神社にお邪魔しました。新曲を含めて力いっぱい歌います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。あずさい祭り白山神社、たくさんのお客様でございます。あじさいしぐれという歌をまだ発売してないです。今月の24日に、発売することになりまして、発売を兼ねて皆様にちょっと聞いていただきたいなと思ってやってまいりました。どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。おせのときめき忍ぶようなあの日と同じあじさいしぐれ。じゃあ私の過去の歌から数曲聴いていただきたいと思います。次は絆酒ですね。はい、それでは皆さんのご家庭を歌ったような歌です。仲の良いご夫婦を歌います。絆酒。今夜は飲もうかなお前心ぬくめる絆酒。しぐれのすすりなき私を泣かす佃の私。いかがですか。歌を聴いていただいて嬉しいんですけど、アジサイの方ご覧になりましたか。皆さんまだこの辺まだでございます。アジサイより歌がいい。 ありがとうございます。あ、いい声が聞こえたから釣られて。桜じゃないですからね。ね、ね。あいたさつもるあかねぐのこの胸泣かす御山の椿。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。写真もよろしいですか。OK。 愛染めのもう最初からうわっとこう盛り上げますね。このここ大事ですから。はい、いいですか。浴衣に咲いた花柄がこの辺はね、軽くですね。浴衣に咲いた花柄がってこうきますからね。そして大サビ。忍ぶようなスケール大きくここ聞かせどこです。あの日同じ最後の締め。あじさいしぐれ、ね、最後も 大事ですね。忍ぶようなあの日と同じアジサイしぐれ。6月の24日です、発売はね。ぜひまた、発売になりましたらお願いしますね。レコード屋さんに駆け込んでよろしくお願いします。はい、一生懸命これから頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。アジサイの花に例えた恋心を歌ってます。
非常に優しさのこのあふれる、メロディーなんで、ぜひ女性の方にも歌ってほしい歌なんですけど、アジサイシグレ、ぜひ、皆様のレパートリーの一曲に加えていただくと嬉しいです。ありがとうございます。